パリーグオリックス、楽天、15日、ホット神戸。楽天、田中将大投手が先発し、7回6安打3、失点で降板。今季3勝目はならなかった。初回は三者凡退スタート。リズムよく、投球を展開し、4回1失まで、無安打投球。2-0の5回は西二塁を迎えたが、紅林を空振り三振に仕留めた。圧巻の投球を披露していたが、6回、一死から連打を許し一二塁を迎えると、吉田忠氏に左翼席へ逆転三段を被弾。その後は得点を与えなかっただけに、痛恨の一球となった。